お互いに質問をしていく。コインを買って保持するだけ、うん、かと思いきやです。こんにちは、のりたろうです。皆さん、こんにちは。ハヤマンチャンネルのハヤマンでございます。ということで、朝どうぞ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回は福岡に来させていただきまして、ハヤマンさんとコラボ動画を撮らせていただいております。ありがとうございます。さっきまではのりたろうさんにいろいろな質問させていただきましたが、ここからは真剣にコイン投資について議論をしていきたいと思います。のりたろうさん、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、うん、今回聞きたかったことがあるんですけど、はいはいはい、まあ、アンティークコインの値動きをもっと分かりやすくしていきたいと考えてるんですけど、はい、相場が分かりやすくなると、うん、その場合の利点、まあ利点はあると思うんですけども、うんうんうん、なんか問題点とかあるのかな、まあ、ちょっとその辺投資にお詳しいハヤマンさんにお聞きできないかなと思いました。利点は何だろう、コイン収集家投資家さんは利点しかないですよね。ただ、ね、今高値で販売しちゃってる販売業者さんは絶対困りますよね。そうですね、困るでしょうね。それはめちゃくちゃ困ると思うんですけど、困った方が僕はいいと思ってて、やっぱりこう市場性っていうのはしっかりと可視化できないと投資にならないじゃないですか。そうですね、ちょっとギャンブルチックになってしまうので、やっぱりその現物投資の良さっていうとリスクの限定性で、そのリスクの限定性の中では投資家とコレクターが混在する業界ってあまりないと思うんですよね。そうですね、 100% ゼロにはならないって言い切れるぐらいの商品だと思うんですよ。はいはい、うん、絶対に売れる、うん、ただし下がるかもしれないけどっていうところを加味するとリスクは限定的なんだけど、上は青天井じゃないですか、うん、こんな素晴らしい投資方法ってほとんどないと思うんですよ。例えば FX ってゼロ円になる可能性あるし、株式の信用取引になって借金を負う可能性だってあるわけですよね。そうですね、うん、で不動産だって投資といえど、やっぱり日本って天才大国だから保険とかはあるにしろ、その倒壊するリスクだってあるし、リスク あのポイントをいろいろ買いつまんでもゼロになる可能性ってほとんどのものがある中で、コレクティブル産業と呼ばれるものはゼロになることは 100% ないよねって言い切れるぐらいの商品だと思う。 そこが一番の利点だと思いますね。ああ、そうですね、うん、ありがとうございます。いや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 私もその透明性っていうのが大事だと思ってまして、ちょっとお話脱線しますけど、情報弱者を食い物にしようとする業者さんって少なからず、ちょっとこのコイン投資の世界には多いのかなっていうところがあって、そこがやっぱり怪しいんじゃないか、騙されるんじゃないかっていう人も一理あるなと。否定はできないですよね。そうですね、うん、そこをなくしていけたらなというのが一つ私にもあるので、うん、あ、いいお話をいただけました。いや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 、で僕も一つ聞きたいことがあって、はい、まあ、出口戦略で迷ってる方ってかなり多くないですか。ああ多いですよね。そうですね。で、そのあたりをね、どうにかどうにかね、できないかなというふうに考えてはいて、はい、のりたろうさんはその売り方に関して何か思ってる部分とか考えてる部分ってありますか。そうですね、私は、うん、まあ、簡単にやっぱり売れる方法がないっていうのが問題かなと思ってますね。ちょっと思われてることがってことですよね。そうですね、うん、まあでもそれって難しいですよね。まあそっか、 FX だったらボタン一つで決済できて利益になるよねって、株式やってそうじゃないですか。そうですね、だからそういった簡易的でしかもすぐ出金できるわけだし、そういうのはあるけれど、じゃあアンティークコインって買うはいいけど売り方わかんないし、どのタイミングでお金が入ってくるのかわかんないってなると、まあ不安にはなりますよね。そうですね、特に短期売買なんかしてる方にとっては、足かせになってしまうこともあるかなと思うので、確かに、はい、なかなかそこがメジャーになりにくい理由の一つなのかなと、まあ、あとは海外とのやり取りだったり配送の仕方が分かんなかったり、まあ、コロナ禍になって配送できない瞬間とかもあったし、あとできない国っていうのもあったので、なんか初めての人が全部をやるって結構不可能に近いですよね。そうですね、でさらにそういったツールっていうものもないですもんね。はい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 、ないですね。で私としてはやっぱり市場は世界に開けてますので、はい、なんかそういうツールが必要かなとは思ってるんですよね。それはオークションじゃダメなんですか。そうですね、私としてはもっと、オークション何ヶ月も待つことがあるじゃないですか、もっと早く簡単にできる方法がない か、もしくは作ったりできないかっていうのをちょっと考えているんですよ。そうですね、それが一番できたらいいですけどね。そうですね、やっぱり株式の売買はもうそれこそワンクリックでできる世界なので、そういった形で海外
にすぐ売れる、うん、日本国内でもいいですし、すぐ売買できるっていうのがあるとかなり世界が変わってくるのかなっていう気がしてます。確かに、まあそれができれば一番理想なんですけど、タイミングがコロナ禍って難しいですよね。ああそうですね、そうなんですよね。海外に行けないし、ああ、はい、で全てをその手続き一つでってなると、やっぱり先ほどのお話じゃないですけど、うん、まあ少しハードルは高いですよね。ああそうですね、これはもしもの話になってしまうんですけど、はいはい、今ヤフオクとかあとコインディーラーさんみたいに、うん、まあ、オークション以外の入り口、うん、はい、出口があると思うんですけど、うん、それらがまあ、大きくなって、うん、今はオークションがメジャーな市場なんですけど、それ以外の取引が盛んになっていくとですね、値、うん、崩れが起きやすくなったりしてしまうのかなと思うんですが、うん、早間さんはその辺はどうお考えになりますか？2パターンの考え方が僕はありますかね。もっと簡易的に取引ができるってことは、市場がもっともっと活性化するじゃないですか、はい、ということは新規参入者も増えると思うんですね。なので価格って上がりがちになると思うんですよ、うん、人が集まればお金も集まるじゃないですか。そうですね、でもコインの種類は少ないよねっていうところに当てはまると思うんで、価格は高騰すると思います。あとはいえ、その反面取引が盛んになるから、やっぱりこうチャートがジグザグにはなりがちだと思いますね、はい、じゃあそれを1日単位だったらこうなっちゃうけど、うん、1年で鳴らしたらこうなっていくと思いますね。なので結果値上がりは絶対にする、これが僕の答えです。そうですね、やっぱり物が増えないっていうところはネックになりますよね、うん、そうですね、で盛んになって人が増えればやっぱり上がると。そうです、物は増えない、減るばっかりなんで。そういうことですね。そうなった時に売り手側もすぐ売れるようになるってメリットが高くなるんで、結果値崩れは絶対的にしないなっていうのが僕の考えですね。やっぱりそういう方向になった方がいいんですね、うん、なるべきだと思いますよね。それこそ今絵画とかアートっていうのはブロックチェーン技術の NFT というものを絡めて、うん、個人の著作権というものがあると思うんですけど、そうなってきた時に価格ってめちゃめちゃ上がってるじゃないですか、はい、何十億じゃないですか、はい、まあ、ちょっとあれは経済連動してないから来年ぐらい僕は落ち着いてなんか法規制もできるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、やっぱりねそれぐらい加熱できるぐらいお金の流入がある以上、集まれば集まるほどやっぱりすごく値上がりすると思いますね。そうですね、だから早く参加した方が僕コイン投資早く参加するべきだと思います、うん、あ、私もそれは思いますし、特に日本の中ではプレイヤーが少ないので、うん、まだまだその伸びしろがものすごくあるとは思いますけど、うんうん、はい、そうですよね、はい、まあ、ここまでその出口戦略の話をしてちょっとね話そうと思ってたんですけど、僕はやっぱり早間オークションをもっと面白くねしていきたいんですよ。モダンが得意だよって人もいるし、モダンじゃなくて古代が得意だよ、イギリス専門だよとかって、そういったいろんな人がいると思うんですけど、まあ、そういった人たちをね関わっていきたいなと。でアンティークコインとか僕とか、まあ、他にもたくさんいると思うんですけど、まあ、そしてね僕が主催する手数料ゼロ、手数料ゼロのオークションをさ開催するんですよ。でそういったところに、まあ、相場より安くコインを、ね、譲れるオークションが楽しめる、要は参加が楽にできる。オークションって通常3日かけて、海外だったら夜中12時から始まりとか3時から始まりとか終わりが5時とかで、もう寝るのか起きるのか分かんなくなる時間結構あるじゃないですか、はい、でそれなのに落札ができないことっていうのがザラにあると思うんですよね。そうなってしまうとストレスのない投資なのにすごくストレスフルになってしまうので、はい、僕は今やってるのがたった1時間本物保証、そしてディーラーが厳選したものをちゃんと説明をして意味がわかるオークション。流れるようなオークションっていきなり新規参入した人たちがこのコインなんで値上がってんのかなっていうのがわかんないじゃないですか。全然わからないです、ね、なのでそれを解説して参加しやすいようなオークションっていうのをたった1時間お昼休憩でペッて入れる。あ、買わなくてもいい、でも勉強になる。あ、そして手数料ゼロのことを今からやっていこうと思ってるんですが、素晴らしいですね。ありがとうございます。やっぱりその、はい、コイン投資を広めにくい状況を作ってるのっていうのは、市場もそうなってると思うんですよね。わかりにくいし、クローズドの世界をクローズドの世界の人たちが作ってると思うんで、はい、メリットもあると思うんですけど、はい、まあそういったちょっとオープンにね、していけたらななんて思ってるので、ぜひ、のび太郎さん協力してください。私こそ参加させていただけたら。いや、もう参加どころかもうね、主催に入ってもらって。ああ、お願いします。はい。ありがとうございます。ます出口戦略のことを話したので、はい、次は入り口について質問したいと思うんですけど、はいはい、海外のオークションっていろいろあると思うんですけど、その名前、特徴、注意点みたいなのを何個かこうメジャーなところを教えていただけたらなと思います。のり太郎さん、あんまり海外のオークション参加されないんですか？そうですね。ヘリテージオークションぐらいです、今のところ。特徴って難しいんですけど、そのオークションごとに、ね、紙幣のオークション、
なのか、メダルのオークションなのか、古代だけなのかとかって、まあ、その特徴をオークション開催側が絞ってくれてるとは思うんですけど、やっぱり一番重要なのって、その会社ではなくて、注目コインがあるかどうかってめちゃめちゃ大事だと思うんですよね。はい、あの出品する側だったら注目コインがめちゃくちゃあって参加者絶対多いよなってところに出品するべきなんですよ。人が集まってるんで落札される確率が上がるんですね。あ、なのでオークションの出し方ってめちゃくちゃ重要で、はい、大きい回だからとりあえず出そうっていうのはめちゃくちゃもったいないですよ、はい、きちんとやっぱ分析した状態でやっぱ当てに行かないと。イギリスコインがあのめちゃくちゃ出品されるよって言った時にイギリスを当てに行くと結構値上がり率高いんですよね。あ、まあもちろんそれはドイツでもそうなんですけど、はい、まあ、ドイツだったらやっぱ訓価とかじゃないですか。日本人の方が最初に参加されるんだったら、まあ、オークションハウスもそうなんですけど、日本人担当者のいるオークションハウスでやった方がいいと思います。あ、やり取りがスムーズだし、はい、日本語で対応してくれるんで。それは日本のオークションってことですか？海外のオークションで日本人担当の方がいるオークションもあるんですよ、ね。あ、そうなんですか？そうなんですよ。なのでそこが多分一番ポイントかなと。英語でのやり取りで Google 翻訳ででも間違っちゃったら一大事になりかねないじゃないですか。そうですね。だそこで、まあ、クンカも日本人担当者いるし、ヘリテージもいるし、タックスもいるしね。タックスも入ります。ね、モナコもいるよね。モナコもいます。結構今大手が、あの、いらっしゃるので、最近のモナコのオークション面白いよね。ああ、そうですね。うん、モナコなんかもいいと思いますよ。あ、だから、まあ、まずは大手の場所で、あの、人が集まれ、お金も集まるってとこなので、まあ、そういったところと、まあ、日本人担当者を意識するって、それだけですかね。で、売りたいコインがどこで高く売れてるかっていうのを見るってことですね。そう、見るんですけど、これの見方がまあ難しいですよね。あ、なので、もし何かわからない方がいればご相談ください。お答えします。よろしくお願いします。もちろん無料なので相談なんかもガンガンしてくださいね。まあ、今ね、あの入り口、仕入れの話ができたので、のりたろうさんに、まあ、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、今のりたろうさんのコインショップも開設してるじゃないですか、はい、でご自身の投資もそうですけど、まあ、どういうふうに仕入れるコインっていうのを決めてるのかって、決め手になってるポイントっていうのを聞いてもいいですか？そうですね、特に決まったことはないっていうのが、うん、まあ、正直なところなんですけど、はいはい、ただやっぱりあのモダンコインのお話で言うと、うん、いくつかそのシリーズものがあってですね、うん、一つ当たったものがあると次も当たるかなと、うん、そういう感じですかね、うん、であとは来年はエリザベス2世が、うん、第70周年記念ということで、うん、その記念コインが発売されますんで、うん、それはビクトリア女王のジュビリー金貨と同じくですね、うん、やっぱり単年度発行の、うん、まあ、価値があるものはそういうところにあるんじゃないかなというところで、うん、まあ、その辺ですね、うん、の絡みのところは先行投資しても損はしないんじゃないかなと思って見ています。なるほど。その観点で言うと、僕のりたろうさんがすごい好きだなって、まあ、すいません好きだなって今日思ったのが、はい、どっちかっていうと損しないんじゃないかっていう、要は利回りが上がるんじゃないかより損しないんじゃないかっていう言葉結構使われてるんですよ、ね。あ、そうです。リスクの部分をまず見てるんで、僕もリスクをまず見ちゃうんですよ。あ、はい、っていったところですげえ理解できるんですよ、ね。ああ、ありがとうございます。利益が出るのっていうのはやっぱりさっきの話だとリスクって限定性があって、でも利益って青天井じゃないですか。でもそれは自分で決めてオークション出すのか、あの決済するっていうところだとは思うんですけど、その観点で目利きできて、そうね、それで仕入れてるわけだから、まあ、お客さんに人気が出るのもなんか納得できますよね。ありがとうございます。いえ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 。のりたろうさん、そのせっかくなら、はい、そのいいコインをね、はい、僕実費で購入するんで、あの、いや本当です本当です、実費で購入させてもらうんで、はい、コラボ記念として、はい、視聴者さんにプレゼントとかって勝手に知っていいですか？いいんですか？いや逆にいいんですか？あ、いやいや、そんなあの私はもう喜んでというかですね、よっしゃよっしゃ、まあ、せっかくねこうあのお会いできましたし、はい、まあ、いつも見てもらってる視聴者さんにも恩返しをねぜひしたいじゃないですか。あ、ということでね、じゃあこの後、はい、コインを決定させていただいてもよろしいでしょうか？よろしくお願いします。ありがとうございます。まあさっきもね、お話しましたけど、こんな感じで、まあ、早間オークションっていうのもどんどんやっていきたいと思うので、ぜひちょっと協力してください。あ、ぜひ、あの、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。いやー、夢がありますね。あ、そうですね。やっぱりこのご縁ってすごく大事だと思ってて、お会いできればね、やっぱ生まれてくるものっていうのは必ずありますよね。はい、そうですね。うん、いや、すげえ面白い。本当ありがとうございます。あ、いや、本当に、私はもう、勉強になりました。いや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 。では今回プレゼントさせていただくコインはですね、概要欄にある僕の LINE にですね、のり太郎とコメントしてくれた方の中から抽選でお送りさせていただいた、お前をお送りさせていただきます。なので皆さん、ぜひ当選するように抽選お願いします。
コインの内容については動画の最後に載せておきますね。ということで、のりたろうさんのチャンネル登録もお忘れなく。ありがとうございます。いや、のりたろうさん、今回は福岡までわざわざ来ていただいて、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。いや、これからもよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。それでは、おやすみ。